讲。うん、お父さんが死んだ。ご飯ちゃんがそう言うなら仕方ねえけんど、おっ母はその不良みてえな。ごめんなさいお母さん。はあ、ご飯ちゃんもいつの間にか大きくなって。そうかな。まあしばらくはご飯ちゃんの好きにするといいだ。うん、ありがとう。とは言っても何をすればいいんだろう。ありがとうございます。じゃあな。ピッコロさん、相談は構わんが、なぜお前はスーパーサイヤ人。うまく言葉にできませんが。孫の死に責任を感じて。それもあります。でもこれからは僕が。だからもう少しだけスーパーサイヤ人。なるほどな。どうやら俺が気をもむ人。倒したと思われていたフリーザが再度現れた例もある。しばらくは油断できないと考え、もしセルが蘇ったり新たな人造人間が現れでもしたから、お前が気を抜いている予想の必要はなかったようだ。そうだったんですか。気にかけてくれて嬉しいです。それより具体的な修行方法は考えてあるのか。ただスーパーサイヤ人の状態で。それがまだいい。まあ無理もあるまい。精神と時の部屋で大抵。何かいい方法はないでしょうか。お前のパワーはおそらく限界近くまで高まっているはずだ。それ以上の戦闘力は。だが心の強さ。心の強さです。孫もああ見えて戦いの時は冷静だった。しかしご飯。確かにそうかもしれません。僕が冷静だったら。でもそうだな、これはベジータと修行してみてはどうだ。やつほど甘えに厳しい。他人だけでなく自分にもな。もしかするとやつとの修行から何か。わかりました。ベジータさんに。よし、ベジータさんのところへ行こう。そうじゃなあ、そうじゃなあ。こんにちは。ありがとうございます。すごいパワーの塊だ。
Yeah!